あなたの剣筋に少し目が慣れてきたわ。でもあなたの強さは見えるものだけではなさそうね。調査報告よ。ディアボロス教団に怪しい動きがあるわ。あなたにとっては分かりきったことでしょうけど、ならどうして来たのかって？それは極秘事項よ。甘いかもしれないけど、七影を本当の家族のように感じているの。もちろんあなたのこともね。七影のみんなもよくやっていると思うけど、あなたの言葉の本質を理解できているとは言い難いわね。私も含めてと言わざるを得ないのが悔しい。私の目標はあなたに余計な口を開かせないこと。言わずとも察する、阿吽の呼吸を極めたいの。あなたと話をしていると時が経つのを忘れてしまうわ。気が合うからなのかしら。そろそろ次の用事があるのだけれど。いえ、もう少し後にしようかしら。二人きりで話せる機会はあまり多くないから。シャツがはみ出してるわよ。だらしないわね。いえ、待って、まさかそれも影の英知の体現。夏目の小説が今度舞台になるそうよ。ほら、ウサギがタヌキに復讐する物語。あれ、狂気を感じるお話よね。古代文字のことはベータに任せきり。やっぱり私も覚えようかしら。仲間に頼ればいい。あなたがそれを言う。また少し背が伸びたみたい。あなたと初めて出会ってからそれだけの月日が経ったということね。夜は世界が陰る。そこは我らの世界。あ、気にしないで。七影を束ねるのにあなたの言葉を模倣しているだけよ。最近モテキとやらが到来してない。隠している魔力がフェロモンになって漏れ出しているのかもしれないわね。心配しないで。教団の調査は順調よ。心配していない。それは嬉しい。あなたの信頼に応えてみせるわ。私の自慢？七影で最初にあなたに会えたことね。これだけは絶対に追いつけないでしょ。少し太ったかも。魔力量が増えると体重も増えるのかしら。食べ過ぎ？やっぱりそうよね。実はベータとガンマも近くに来ているけれど、わざと呼んでいないの。た
たまには二人で話すのもいいでしょう。三つ星商会の試供品をガンマからもらったの。仮面みたいに顔に貼り付ける美容品よ。あなたも一枚つけてみる？私の座右の銘は、今日共に血を流す者は私の兄弟となる。ね。昔あなたがベータに聞かせた物語の一節よ。ところで、そっちの活動は順調なの？秘密主義なのは知っているけど、私にくらいは説明してくれてもいいと思うわ。三つ星商会が設置した施設に向かって、みんながお金を投げて祈りを捧げていたの。なんだか不思議な光景だったわ。振り袖の着方ってこれで正解なのかしら。え、よく似合っている？そうじゃなくて、もういきなり褒められても困るわ。初詣の屋台で射的というものがあったけど、あれは遊技場を装って遠隔攻撃に長けたものを探る、そういった諜報活動の一環なのでしょう。振り袖の着用方法は少し難しいから、三つ星商会で着方を教える教室を開いたみたい。より多くの人々にあなたの英知が広まっていくのね。帯の結び方だけでも種類があって驚いたわ。しかもどの締め方にも意味があるなんてすごく興味深いわ。